経験に行くぞこんにちは、ねむりさくらです。今日はですね、何をやっていいかと言いますと、今日はいよいよ三重県の伊勢神宮オンラインツアーの出張に出る2日前になりました。ということでパッキングをね、やっていきたいと思います。旅に出る準備をする動画になります。以前って言ってもかなり前なんですけど、私はいろいろと、まあその車椅子でね、旅に出て現地のバリアフリーの状況を動画にしたりっていう活動をしているんですけど、バックパッカーになるのがずっと夢だったので、あの旅に出るときはリュック、このリュックとショルダーバッグ1個で行くんですけど、さくらさんはどうやって荷物をこう少なく旅に出てるんですかみたいなね、あのコメントもいただいていたので、まあ私の荷造りについてもお話できたらなと思います。ということで早速やっていきたいと思います。それでは早速スタート。はい、ということで早速パッキングやっていきたいと思います。今回は3泊4日なんですね。オンラインツアー自体は、2月の24、25でやるんですけど、私は2月の23から三重県入りするんですね。で、まあ打ち合わせだったりとか、下見だったりとか、あとあの伊勢の伊勢島バリアフリーツアーセンターっていうところの方々と顔合わせをしたりとか、いろいろとね、打ち合わせがあるので、23から入るんですけど、荷物をですね、少なくする方法は、ただ一つです。洋服を持っていかない。これに限ります。ロクシーのこのリュック結構入るんですよ。そう、これとこのショルダーバッグで今回は行こうと思っています。私は小物系がね、どちらかというと小物系が多いんです。洋服に関しては今回持っていくお洋服は1セットだけです。これと黒のワイドパンツを持っていきます。それだけ。1セットしか持ってかないでどうするのって感じだと思うんですけど、23日にこういうね、こういう服で行くんですけど、23、24はこれを着ます。お下にね、下着超極端のヒートテックを着ていくんですけど、それらはこう替えを持っていきます。これはそのまま着ます。23、24、これ25、26で着ますって感じ。今回はもうほぼほぼ外なんですね。外で伊勢神宮だったり、お祓い町とか、おかぎ横丁とか、あと二見沖玉神社とかでロケをするんですけど、ほぼほぼ外にいるということで、まあ、ずっとコートを着てるわけですね。だから正直あんまり中はそんなに気にしなくていい。この持っていく服をまずは一番下に入れます。あとはですね、こんな感じでこの袋に靴下とかヒートテックとかを入れました。本当は圧縮袋に入れてめっちゃ圧縮して持っていくとかなりインパクトになるかなと思います。今ちょっと圧縮袋ないんでこれ入れちゃいます。電動車椅子なので、電動車椅子のバッテリーと、まあ今回はお仕事なのでノートとかスケジュール帳とか、あと三脚ですね。三脚もこの小さい三脚と、今これ三脚に立ててるんですけど、大きい三脚、一応両方持っていきます。そうだから洋服を少なくしちゃおうという感じ。あとはヘアアイロンですね。これもかさばります。私はだいたい旅に出るときは宿泊費を抑えたいので、ホテルとか旅館に泊まることって結構稀で、今までゲストハウスに宿泊することの方が多かったです。で、ゲストハウスはアメニティみたいなバスタオルとかそういうのも全くない。だから自分で持ってかないといけない感じなんですけど、すごい安く泊まれる、本当に寝るだけみたいな感じの
ところに泊まっています。今回なんとホテルなんですよ。そう、今回ホテルに宿泊するので、ホームページ見たところ、多分バスタオルと、パジャマはあるって書いてあった。パジャマはあるからパジャマ持ってかなくていいし、歯磨きはね、自分のあるので、歯磨きは自分の持ってきます。ノート2冊とこのスケジュール帳を入れちゃいます。こっちは三重のオンラインツアーの、その伊勢神宮の歴史とか、いろいろね、なんかいろいろ勉強したんですよ。伊勢神宮の歴史とか、お祓い町の歴史とか。一応ね、わかるように勉強したので、これと、あとは打ち合わせのノートとスケジュール帳を。よろしく頼む。じゃじゃーん。こちらは、ココちゃんのケースなんですけど、この中に、モバイルバッテリー、オンラインツアーもそうなんですけど、YouTube の撮影と、あとサブチャンネルの撮影もするので、スマホのね、まあ、途中途中モバイルバッテリーで充電して、あと、ホテルではこういうやつで、ホテルのコンセントで充電をさせていただきますので、に入れます。そして、替えのマスク3枚ぐらい、はい、持ってきます。現地で貼るカイロですね。24日が8度ですね。はい、8度になっておりますので、いやー、恐ろしい。まあ、まだ使うんだよね、まだ使うの。明日まだあるから、当日も使うから、まあ、出しとこう。メイク系ですね。メイク系は、こういう袋に入れてあるんですけど、メイク系と、あとアクセサリー系ですね。これもまだ使うので、ここに置いておきます。で、忘れてはいけない、ワックス。焦げが素晴らしいので。あと、これはもうしまっちゃいます。これはメイク落としですね。歯磨きですね。ウェットティッシュですね。除菌のアルコールティッシュです。これはね、旅の道中で使うので、まあその、肩にかけとくバッグに入れたいと思います。薬ですね。薬関係もまだ飲むので、ここに出しておきます。私は塗り薬を塗ってるので、まあ、こんな感じで。これね、この間のバレンタインチョコのさ、ケースなんですけど、これを使ってます。あと花粉がすごいみたいなので、これ鼻チュッシュですね。あと三脚ですね。三脚もこれ使わないから入れちゃおう。一番かさばるのはこれはね、カバンには入れてかないんですけど、膝掛けですね。ほんと車椅子座っているだけだとめっちゃ寒いんですね。そう、膝掛け、まあずっと今回ずっと外なので、まあ膝掛けいるかなという。シミュレーションとして、まあ、一回バッテリーを入れてみましょう。結構これもね、使っていこうと思います。このリュックは、ホテルに行くまで開けないということにするので、このノート系をこっちに入れます。ノート系と、あと三脚系は全部こっちに移します。あとはこのね、セットしてる三脚をここに入れて持っていきたいと思います。これでバッテリーを、はい、入りました。できたら私プロテインを持っていきたいんですね。このプロテイン無駄にね、無駄に持っていくじゃないかって思うけど、今回結構朝が早くて、最近朝ごはんプロテインで済ませちゃってるんですけど、朝ごはん食べる余裕が時間的にも結構なさそうなので、プロテイン楽だなと思って、なんかコンビニで売ってるプロテインは結構ミルクプロテインっていう種類で種類が違うんですよ。それをうまいこと持っていきたいんですね。これだったら入るか。じゃあこれはこっちに入れていくか。こっちのバッグに入れていきます。プロテイン持ち歩くっておかしいだろ。まあいいか。こんな感じですね。で、ここに三脚を入れる。
で、バッグ。ショルダーバッグ。で、これをどうやって車椅子で持っていくかっていうと、これはこうじゃん。こうじゃん。で、このカバンは車椅子の後ろにかける。後ろにかけるじゃん。で、貴重品はここに入れておくじゃん。で、これはこのカバンの前。こんな感じで置いて、膝に置いて、これでロックして、車椅子で、っていく感じですね。はい、そういうことです。まあ、大体そんな感じで移動してるかなっていう感じですね。という感じでですね、今日はパッキング動画撮影してみました。はい、参考になるかわかりませんが、まあこんな感じかな、大体。はい、自分で荷物を運んで旅に出ています。はい、以上になります。おそらくこの動画が上がる頃には私は三重のねホテルで滞在してると思うので、はい、無事にねオンラインツアーできているといいなという感じで今撮影しております。きっとホテルでね列で横になりながらこの動画をね自分で確認してると思うので楽しみでございます。はい、しっかりやっていきたいと思います。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。バイバーイ。